はい、今回は、え、メネラースの定理行きましょう。メネラースの定理って言ってもね、え、一番よく出てくる、このカッコ一番のこういう形。まあ、これは、え、かなりできるっていう人が多いんやけれど、え、実はそれは外分点1個っていう時やねんけど、え、実は2番みたいな形。え、外分点3個になるっていうね。え、そういうやつも、え、実は指導要領の方に、え、進化点で、え、扱えみたいに風になってて、え、やがて共通テストで出ると思うので、千葉の定理とね、一緒でね、それはちょっと違う動画に、えっと、もう、え、やったわけやけれど、うん、えっ、ー、と、同じような感じで、 で、それで、あの、やろうかなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、動画ずっと残るからね、共通テストでもしかしたら出たら、えー、当たりっていうね、えー、感じで、えー、考えてみてください。えー、こちらなんかね、なかなかね、えージえー、チェバの、メネラウスの手に見えにくいからね。はい。というか感じです。一応2つでね、3分です、まあ。こっち側1分ですぐ出るだろうと思うけど、こっち側はちょっとわかりにくいから、少しこっち側に時間を取って3分ということにしました。 さあ、じゃあまあ一番から行くと、一番はね、非常によく出てくる形で、えー、まあこの形で頭入れましょうって習った人もいるかもしれないです。えー、こんな風にね、怪獣がぐわっと口を開けてるとかね、えー、いう風にして習った人もいるかもしれないです。ね。まあ、よく出てくる形です。はい。で、この、えー、場合やねんけど、三角形何と直線何にメネラウスの手に用いるかっていうのは、まあ少しわかりにくい、ね。 で、それを2番と合わせて統一的に考えるようにしようと。ないしは千葉の定理と、えー、一緒に考えられるようにしようということで、えー、こんな風に、えー、とやるといいっていうのをお伝えしようと思います。それはね、日が分かってる直線 ABAC。まあちょっと正確な用語じゃないけどね、えー、日が分かってる直線とか言ってもね、ちょっと意味分かんないけれど、えー、まあまあ言わんとしてること分かるでしょ。えー、つまり1対4になっているここ、この直線 AB 考えて、で、次3対2が分かってるこの直線考えて、で、それで A, F 対 FE ってこの大体のとこ求めたいから、そしたらピンクピンク ととで三角形 ABE いうのが出来上がってくるね,ねその三角形見るといいね。ABE を考えるね。あってない、えーで、さらにメネラウスの定理は直線何々とっていう、ね、のが入ってきます。三角形これこれと、ね。チェバの定理は三角形これこれにチェバの定理を用いてっていう固定にけど、メネラウスの定理は三角形これこれと直線これこれにメネラウスの定理を用いてっていうふうになるから、そこをややこしいんやね、えーこれ。こんな形だけじゃなくてくるんくる回ったりするからね。 だから一体どこの三角形と一体どこの直線で、でいかはもう答え出すかみたいなえ。そういうふうになったりもするから、おい。まあなんでちょっと押さえとこう。はい。で、直線はって言ったらね、えー、DF というやつがあって、えー、これが内分点になります、ね。AB の線分 AB の内分点、それから F は線分 AE の内分点。内分点内分点やけど C が外分点になります、ね。 うん、B, E の、これ三角形 A, B, E をね、えー、A, B, B, E, E, A っていうのを考えて、その線分 B, E の外分点、外側に来てるからね、外分点になって、内分点、内分点、外分点、結ぶ直線です。ねうん、ということで、えー、外分点実は1個やねんけれど、えーとまあ、直線 DC っていうのも考えるってことね。この三角形 A, B, E と直線 DC にメネラウスの定理を用いるっていうふうになるわけ、ねはいで。外分点1個のときとないしは3個のときというのがメネラウスの定理になります。 で、0個2個っていう時が千葉の定理になります。まあ、それはちょっと別動画で、えっ、ー、と、まあ、千葉の定理はね、えー、見ていただくとしてっていうことになります。はい。で、これはま、できる人多いから、えー、なね、うだうだ言わなくてもって思った人もいるでしょう。で三角形 AB と直線 DC にメネランスの定理用います。で、それで例えば A から出発すると、1行って4、5行って2、で、最後に、 えー、effa ってね、こういうふうに来ますというやつです。えー、1行って4。14。で、グイーンと5行って2戻ると。52。で、最後 effa ね。えー、ということで、こうやって1。c2 が8が上来て、えー、ef が8ね。で、5が下来て fa が5ってね。ていうのは、これはよくできるかなと思います。 はい。で、えー、まあ、今、A から出発して、B っていうね A、A、B、E っていう順番に行ったけど、それは別にどうでもよくて、A、B、E、A っていうふうに一筆書きで行ったんやけど、例えば、A から E の方に行って、B 行って、A ってね、いうや、ね、つ。ちょっと見てみると、A から E の方行って、A、F、F、E っていうやつ。うん。これが分子、上、下。で、2行って、5行く。で、4行って、1行くっていうね。そういうやつでも行けます。 うん、あと、それから、え、B から出発して、B、E、A、B。まあ、こうやっていろいろあるわけやけど、どの頂点から出発して、A、B、E のね。どっから出発して、時計回り、半時計回り。どっちでも構いません。B、E、A、B やってみようか。A B から出発して、E の方に行くんであれば、えー、こう言って、5、2、え、e、EFFA で、1、4、ね。こうやってて、B に戻ってくる。そんな風に、どこの頂点出発しても構わない。はい。で、いよいよ、懸案の2番です。ね 2番これはできる人は多分グッと減りますでそうは言うけれど、えー、とこれね先習ったみたいに3人になって4一とかやからここはねメネランスの定理使ったら出るとでそこ出してからもう一回今度はこっち側から231ってこうい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 くみたいなそういうメネランスの定理2回使うっていうのでもまあいいです。 まあいいんやけど、そうやってね、自分で記述式ないし穴埋めの時にやるってのはいいんやけど、共通テストで出た時に、つまり誘導した、された時に、うまいこと誘導に乗れればいいんやけど、ね、うん、だからちょっとやってる。はい。メルランスの定理2回使って求めてもいいけど、1回でできますってね。その時に三角形何々と直線何々選べとか言われたら、そうするとうってなるわけよ。ね。なのでちゃんとね、こうやってあらかじめ対策してる。 はい、でどんな風に三角形見つけるかって言ったら、比が分かってる直線 AEBC。AE、これね、1、丸1、丸4、分かってます。BC も分かってる。で、求めたいのが DFFC、ここ。ねうんまあ、ちょっと橙で、ね、塗ってないけど、ピンク、ピンク、橙ってね、そうすると三角形 ECF っていうのは浮かび上がってくるから。ね、えなので、こっち側に ECF 考えてって書いたわけやね。はい、あと直線。直線はって言ったら、えっ、ー、と、えー、どこやえうんあ、これか。 ADB が線分の外分点。何これが三角形でしょ三角形ね。そうすると、えー、この辺の外側に A があるから外分点で。この線分の外側にあるから外分点。この線分のが外側にあるから外分,外分点。外分点、外分点、外分点、外分点3つです。この時、これが三角形と直線が、まあ、離れてるから、ね、うん、離れてるから分かりにくい。あんまやってない。 と、うん、いうことで、ちょっと雇う、ね。で、ADB が乗る直線 AB っていうのを考えるってね。いうことで、この FEC っていうのと直線 AB です。こんなとこにメネラウスの定理を使うってね。いうことになります。はい、やってみた。うんね、FEC って書いてあるか。FEC とそれから AB にメネラウスの定理使います。です。で、それで1号っていうのは A から出発して、えー、違うな。F、ごめんなさい。A、A じゃない。F から出発して、こうね。F から1行って5。で、E に行きます。E から3行って2。 で、外行って外。外行って戻ってくる。ね、という感じで書いてます。いけそう ?1、五でしょえそしたら F から出発して1、1、5、ね。F っていうのはこのね、どれか。どれか。今これから行ったのね,ね、うん。で、外側に1、て5です。で、E から C に行くんやけど、外側に3、て5。ね、合ってるね。外文で外文ってやね。C から、A、D まで外に行って戻ってき、F に戻ってくる。ね、これも外文で。 ということで、25が上に来て3が下に来るから、25対3ってね、出てきます。で、求めたいところが DFFC やから、えー、何やこれが25で、これが3なのそっか。ということで、3で 22? こんな感じで答えが出てくるってことです。なるほどね。はい。で、またいつも通り書いてるけれど、これは今 F から FECF っていうふうに、F と、 FEC クク F ににっっっててて戻きたけどえ他でも構いませんどの頂点から出発してもよくて、例えば E から出発して EC とかやったら、3行って5、でこっちが行って五、で1行って5、ね、こうやって行ってもいいし、あるいは C から FEC とかいうんで行くんであれば、こう行って五、1行って5、3行って5、ね、そんなんでも結局ここ一緒になります。うん という感じでね、えー、こんな風にやってもらったらいいんやけど、まあまあ、これがなかなかわかりにくいので、えー、これがね、三角形の中にこう埋もれてるわけよ、ね。いろんな図形の中に埋もれてて、えー、で、これがパッと出るかって言ったら、なかなか出にくいんやけれど、まあそうやってね、ちょっと共通テストで出た後にドタパタするのも良くないかなと思うから、ちょっとあらかじめやっておきます。はい、ということで、まあちょっと参考にしてみてください。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。